のバカ。そうだ、不良少年、よそ見はダメだぞ。せっかく追っかけっこしてんだからさ、もっとロマンチックに。ほら、捕まえてごらんなさい。てめえとの決着は後回しだ、キツネ女。ああ、そういやさ、君のお人形さんのことで一つ気づいたことあるんだけど、聞きたくないかな。ああ、マガネちゃん、博識だから知ってるんだけれども、半額ってそれ女武将の名前だよね。いつでもどこでも頼れる女の子を同伴なんて、なんというリア充ぶり、嫉妬しちゃうよ。俺と半額はそんな関係じゃねえ。こいつは呪いだ。呪いだって？怖い怖い、穏やかじゃないね。さて、どんな種類の呪いかな。てめえ、なるほど、そこら辺は原作読めって話だね。うん、でもそういう類の呪いはさ、引き剥がせるって君知ってた？てめえは本当に出任せ三昧だな。引き剥がせるなら剥がしてみな。かすった。どうしようかね、私こう見えてもお化け怪物なんていうか相性いいしだね。でね、私考えるのだけど、もしも、もしもだよ、私がそれを引き剥がせたら、半額ちゃん私にちょうだいよ。どうせ君じゃ使いこなせないし。んだと、嘘の嘘、くれてやるだと。冗談抜かせ。それはくるりと裏返る。というわけで、まあ楽しめたかな。第1部完。朝日に向かって決めポーズなのだ。